はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日はみんなでバトルやっていきましょう。でもうすぐ私ピオキングは念願の S プラスになる日が近いんじゃないかなって思っています。今レートが4900ちょっとでしょ。だからあと80ぐらい増えれば S プラスになれるんですよね。そこで勝手ながら申し訳ないんですが、今日からの動画は S プラスになれるまでみんなでバトルの動画を出し続けていきたいと思います。まあ、順調にね勝ち続けていければすぐに S プラスになれるんですけど、逆にどんどん負け続けたらどんどんレートが下がっていくから、ずっとみんなでバトルの動画を出していくことになりますよね。さてまず最初はいいステージだね。これ一番下に行きましょう。あはは、一番下取られたな。よし、それじゃあ一番上に行こうと思ったけど、よし、上から2番目ですね、ピオキング。それじゃあ、あのメットの甲羅がオンオフになったら開始かな。よし、それじゃあスタートで、右か、オッケーで、壁キックで、これも壁キックでいいのかな。あ、なるほど。よし、オッケーで、壁キックいいね。順調じゃないんですか今。よし、オッケーオッケー。よしで、これは誰に乗っていく。よし、オッケーで、今度はこっちかな。あ、失敗した。待ってくれ。やばい、嘘、難しい。あ、このパネめっちゃ難しいんだけど。よし、オッケーで、こう上がっていく。そしてやばい、だいぶタイムロスったな。オッケーで、このまま壁キックするで、これは、あ、なるほど、これはバネに当たらないようにしていかなきゃいけないってことね。オッケーで、上で、このまま、オッケー、よし、キノピオといい勝負だぞ。負けない、絶対負けない。よし、オッケー。これはどうなんだ。上に上がればいいのかな。よし、このまま上がっていきましょう。なるほど、よし、このまんまちくわブロック落として上ボタンね。そしたらやったー、最初にねゴールを飾ることができました。いや、めっちゃ集中して、ところどころであんまり喋ってないところがあったかもしれないですけど、勝てたからね、まあ許してください。まあ、さっきも言った通りですね、これから S プラスになるまでみんなのバトルの動画を出し続けるんですが、逆にみんなでバトルの動画がね好きな方は負け続けろって思ってるんじゃないかな。いや、そんなこと思わないでね、ぜひ応援してやってください。それじゃあ最初ね、このプロペラぜひ欲しいよね。よし、321で、あー、取られたけどしょうがない、行くか。あ、待って、ここでプロペラ取っていこうか。で、ジャンプ、あんまりねプロペラを使わないで行った方が、あー、待ってくれ。よし、近いってことでしょ、もうちょっとでゴール。あー、惜しい。よし、それじゃあね、どんどんやっていきましょう。あのルイージ、さっき負けた人じゃなかったっけ。なんかめっちゃ見た目似てたけど。それじゃあね、このステージはすっごい難しそうだけど、危ない危ない。よし、あんまり時間がないパターンかな。で、はやっ、はっはやっ、ナマステタージマハルさん、早っ。前回のみんなでバトルはね、ソーストッテさんっていう方がね強くて、まあ負けてたんですけど、今回あのルイージ、ナマステさんね、あはは、またいない。勝ちたかったんだけどな。いや、またね次当たるだろうと思ったけど当たらなかったな。で、次のコースは短い。そしてキノコを取ったままゴールって書いてたけど、あのキノコだな問題は。よし、ジャンプ。あ、え、ちょっと待って、あ、待ってくれ、キノコ。これでゴール条件はもう無理かな。待って待って、どうしようどうしよう、嘘、待ってゴールできない、ゴール。やばい、最初だけ勝ったんだけど、このまんまじゃレートが下がり続けるな。ちょっと長いコースの方が勝率が意外とね高い気がするんですよね。僕、ああいう短いコースはね意外と負けることが多いんですよ。猫マリオのままゴールね。
それじゃあね、猫マリオのままゴール頑張っていきましょう。これは上から行ったらダメだな。これ上から行けない。あ、待って、これはどっち？これは上から行った方が勝ちみたいな感じか。ほらほらほら見て、よし、オッケーで、ジャンプ、これも上から行きましょう。そしてこれはよしで、あー惜しい。え、針判定めっちゃ厳しいな。うわ、なんかゴールされるっぽいな。なんかよし、このまま上から行くか。で、上から行く。待って、これは危ない。よし、オッケーで、この土管に入ろっか。これは関係ないな。よし、土管に入る。そして待って待って、邪魔なんだけど。待って待って、危ない危ない、また俺やられちゃうから。キノピオ邪魔、マジでマジでキノピコ邪魔なんだけど。うお、ちょっと待って待って、よし、オッケー、よし来た。で、このまま行く。で、なんでマリオはね死んでんのかな。こんな感じか。なるほど、そういうことね。このままでも上に行ってもいいんじゃない。で、上に行く、オッケー。なんで死んだんだ。いや、十字キーずっと上押してたんだけどね。よし、オッケー、ナイス、ルイージ出してくれたけど。よし、オッケー。で、このまま行く。そしてジャンプ、オッケー、ゆっくり行こうか。落ち着いていきましょう。で、このまま、よし、オッケー。で、上、あー嘘、え、どうなってんの。あ、ちょっと待って、危ない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 。上に行ってみるか。もうどうなってんだ上は。危ねえ、ちょっと待って、これは新しい、新しい、よっしゃ、よし、オッケー、きたー。よし、ここはちょっと待って、ガバン倒しておく。みんな来るんだ。やったー、勝ち確だー。これは何だろう、一気アップか。オッケーオッケー、これでみんな来れたらいいんですけど。それじゃあね、ここで待ってておきましょう。それじゃあ今ね、残り20秒になりましたけど、残り5秒ぐらいまで待ちたいと思います。で、残り5秒までね、なってこなかったらそろそろね、僕もゴールしなきゃやばいんで。で、7、6、このままゴールするか。ちょっとみんな来れなかったな。いやでもね、今の猫マリオのままゴールのコースはね、意外と難しかったな。針判定がめっちゃめっちゃ厳しいもんね、このマリオメーカー2。それじゃあどんどん続きやっていきましょう。今度は3人だね。クッパを1体倒してからゴールか。クッパを倒すってことは、うお、なんかなんかあるね。どれ取ればいいんだ。よし、オッケー、これが一番いいのかな。見てこれ、すごいすごいすごい、見て見て。ずーっとキノピコ乗ってる。え、待って待って待って、こっちでいいのかな。なるほど、この子がオッケー、これはファイヤーボールが有効なんじゃないか。あっ、待って待って、よし。今日は結構ゴールデンタイムにやってるんですけど、あんまり集まりは良くないんですよね。それでもね、1対1で全然楽しいからいいんですけどね。ローラークさん、もうすぐ S プラスになるピオキングに挑むのかい。これは負けられないな、ローラーさんに。さて、ローラーさん、君はマリオだね。それじゃあこのステージやって。ローラーさんから投げられたけど、まあまあまあいいでしょう。で、これはどうしよう。よし、オッケー、抜いた抜いたけど、これどうすればいいんだ。え、このまんま、うお、やられたやられた。よし、で、うお、マジか、上張りだったのか。やば、まずいな、だいぶ距離を離されてる気がする。よし、で、ここかな。そして、で、左、やばい、このステージ簡単かもしれない。よし、オッケー。で、このまま走ってジャンプする。で、上で、このまま左かな。オッケー。で、登る、オッケー。で、ここも登るのか。風を、風を、風を味方につけるんだ。よし、オッケー。そして、この、え、何このキノコめっちゃ可愛いんだけど、こんなんあったっけ。うわ、待って、どっちどっちどっち、右でいい、
右でいい？ちょっと待って、違う、右ダメっぽいな、なんか左かな。え、とりあえず上がってみよっか。なるほど、こっちで合ってるっぽい。オッケー。そして、うわ、ちょっと待って、危ない。ああ、ちょっと待って、これは、なるほど、あのリフトに上がらなくちゃいけないのか。で、ジャンプ、よし、オッケー。え、なにこれ、どうした、どうした、マリオ、どうした、マリオ、待って、よし、オッケー。あー、待って。待ってくれ。よし、マリオを倒そうじゃないか。ここでマリオは絶対来させない。俺があのリフトに乗るんだ、俺があのリフトに乗るんだ、よし、俺があのリフトに乗るんだ。かわいそうだけど、よし、待って、ここは。よし、これで勝ったかな。これでゆっくり行こうか。このね、リフトのせめぎ合いに勝つことができました。危ねえ。よし、よく起点聞きましたよね。さて、ここで私ピオキングは待っておりますよ。急に多分ね、マリオ出てくるから気をつけなきゃいけないね。よし、オッケー。どうした、オッケーオッケーオッケー、いいよ、来て来ていいんだ、オッケー。よし、これでブラザーズで、え、なんで協力しましょうって言われた。よし、じゃあこれでラストバトルにしたいと思います。よし、それじゃあ最後は3人か。マリオとルイージ特徴ありすぎでしょ、あの2人。クッパの職場に潜入だ。お、なんかめっちゃ楽しそう、めっちゃね、コース名楽しそうだけど、さて、最初のルイージやないや、このヨッシーは取りたい、オッケー。あー、取られた。え、なんでルイージ動かないの。え、ルイージ大丈夫、こっちでいいのかな。で、ファイヤーを取る、オッケー。待って待って、危ないから、もうこの人。本当にもう仕返ししてやるわ。よし、オッケー。で、このまんま行くと、そういうことね、オッケーオッケー。鍵は誰が持ってるんだ、鍵は。鍵がね、多分どっかの、よし、いや、それもういらん、それもいらないから、それはもういらないんですけど、ちょっと待って、めっちゃ食いすぎじゃないこのマリオ。めっちゃ食べすぎじゃない。え、なるほど、鍵がさっきの場所にあるってことか。そうそう、そこにあると思うんですよね。待って、絶対絶対倒してやるから。で、これでいいってことでしょう。ファイヤーボールはなくなったけど、よし、このまんまマリオ追いかけようか。取られたもんな。一応ちっちゃいから俺の方が有利と思うんですよね。てか、マリオ食いすぎじゃない、マリオめっちゃ食いすぎじゃない。よし、そのまま連れてってくれ、オッケー。で、ルイージが今行ったけど、よし、で、このまんまゴールかな。いや、そっちじゃないっぽい。うお、待ってくれ。よし、待って、もうほんとマリオうざい、もうほんとこのマリオうざいから。で、で、このまんま上ではないね。そして右に行く、オッケー。よし、オッケー。で、このマリオを俺は抜きたいと思いますよ。あー、死ぬ死ぬ死ぬ、待ってくれ、死ぬから。本当はあのマリオ鬱陶しいな、めっちゃ仕返ししたいんですけど、ヨッシーがいないと厳しいな。てか、ヨッシー強いよね。うおー。マリオ